で、さっきまでね、実はペコラちゃんとあのオマルポルカちゃんのね、あのデビュー配信、そう、一緒に見ながらこう配信の準備とかしつつだったんだけどね、ペコラちゃんがねめっちゃやめてやめてペコちょっと、それ内緒ペコでしょ、ペコラ先輩。でもね、みんな聞きたいと思うんだよね、ペコラちゃんがですねその僕がオマルポルカちゃんって何の動物なんだっけってペコラちゃんに聞いたら、おかゆ先輩知らんペコオマルポルカちゃんはフェニックスペコって言ってフェニックス違います、違うペコラの違う、なんフェニックスではないだろうってフェニックペコだっけ先輩、あれなんだっけ、あのフェニックって言いたかったペコなんだけど、フェニックスだってずっと思ってて、そうフェニックスって言った後にポルカちゃんがあのフェネックのクォーターって書いてるのを見てからも、あフェニックスペコって言って、だからフェニックスでもフェニックスでもないよってスそうフェネックのね、フェニックスってなんかフェニックスってなんでペコなんだろう、フェニックスすごいね、そうフェニックスだと思っててペコはそうだから岡谷先輩にいやフェニックスは違うでしょって言われてフェニックスと思ったら調べたら鳥で違ったペコってなった、もうごめんなさい、ポルカちゃんごめんなさいペコ、フェネックね、フェネックのクォーターペコだね、フェネックのクォーターね、それが面白すぎてね、ちょっとみんなにも教えようって決めてたんだよね